トランザクションとコミット。おはようございます、マサルです。今回はデータベースの分野からトランザクションとコミットについて一緒に勉強します。それでは始めていきましょう。平成30年秋、問75。 DBMS において一連の処理が全て成功したら処理結果を確定し、途中で失敗したら処理前の状態に戻す特性を持つものはどれか。あ、インデックス。い、トランザクション。う、レプリケーション。え、ログ。どれが正解でしょうか。それでは正解の発表です。正解はいのトランザクションです。それでは解説していきます。トランザクションとは一連の処理をひとまとまりにしたものです。例えば A さんから B さんに100円送金をする場合、データベースのシステムではいくつかの処理が必要です。まず A さんの口座残高の確認、その後 A さんの口座から100円減らします。そして次に B さんの口座を特定して B さんの口座残高を100円増やします。ここに至るまでの一連の処理がトランザクションです。トランザクションの必要性を次の図で説明します。この図では A さんの口座から100円減らした後に何かしらの理由でエラーが発生しています。この状態で変更が確定してしまうと、 A さんの口座から100円減っているのに B さんの口座では100円増えていないという不整合が発生します。このようなことが起きないためにトランザクションとして処理をひとまとめにしています。もしトランザクションの途中で異常が発生した場合、ロールバックという処理を行い、トランザクション開始前の状態に戻します。一連の処理をトランザクションとしてまとめることで整合性を保てるようにしているということですね。今回の問題では一連の処理が全て成功したら確定、途中で失敗したら処理前の状態に戻す特性と記載されているので、イのトランザクションが正解だとわかります。それ以外の間違い選択肢も確認しておきましょう。あの選択肢インデックスは検索を高速に行うために必要に応じて設定する情報です。例えばデータベースで住民番号の情報を管理しているとします。その場合住民番号の情報を使って検索することが多くなりそうですよね。そこで住民番号の列にインデックスの設定を行います。するとデータベースで住民番号の列を効率的に探すことができるようになり、検索を高速に行えるようになります。うの選択肢レプリケーションはデータを別のコンピューターに複製してリアルタイムに同期することを言います。データベースが故障してしまった場合にレプリケーションしているデータベースを利用することでシステムを継続させることができます。 A の選択肢はログです。データベースに関する問題の選択肢なので、ここではログファイルの説明をします。ログファイルはデータベースの更新履歴を記録したものです。データベースに障害が発生した場合、ログファイルの情報が復旧に利用されます。では問題を見直しましょう。 DBMS において一連の処理が全て成功したら処理結果を確定し、途中で失敗したら処理前の状態に戻す特性を持つものはどれか。正解は E、 トランザクションです。それでは次の問題です。令和3年、問62。金融システムの口座振替では、振替元の口座からの出金処理と振替先の口座への入金処理について、両方の処理が実行されているか、両方とも実行されないかのどちらかであることを保証することによってデータベースの整合性を保っている。データベースに対するこのような一連の処理をトランザクションとして扱い、矛盾なく処理が完了したときにデータベースの更新内容を確定することを何というか。あ、コミット。い、スキーマ。う、ロールフォワード。え、ロック。どれが正解でしょうか。それでは正解の発表です。正解はあ、コミットです。それでは解説していきます。コミットとはデータベースの更新内容を確
定することです。先ほどトランザクションについて勉強しましたが、トランザクションでまとめた一連の処理が完了したら、最後にコミットを行い更新内容を確定させます。問題文の中でも矛盾なく処理が完了したときにデータベースの更新内容を確定するとありますね。よってコミットが正解です。その他の間違い選択肢も確認しておきましょう。イの選択肢、スキーマはデータベースに存在するたくさんの表を分類して管理する仕組みのことを言います。スキーマによってデータとプログラムが独立することになり、システムの維持管理がしやすくなります。 IT パスポート対策としては、スキーマとはデータベースでたくさんの表を分類して管理する仕組みくらいに覚えてもらえれば OK です。ウの選択肢、ロールフォワードは障害発生時にバックアップしているデータを使って障害発生直前まで戻すことのことを言います。フォワードとは前に進めることですよね。バックアップしているデータとログファイルを使ってデータを更新していく、つまり前に進めていくイメージです。Eの選択肢、ロックはデータのアクセスを制限することです。例えば複数のユーザーが同時にデータを更新してしまうと、データに不整合が起きる可能性があります。そのようなことがないように、データを更新するときには一度ロックをして他の人がアクセスできない状態にします。ロックを行うことでデータの不整合を防ぐことができます。それでは問題を見直しましょう。金融システムの口座振替では、振替元の口座からの出金処理と振替先の口座への入金処理について、両方の処理が実行されるか、両方とも実行されないかのどちらかであることを保証することによってデータベースの整合性を保っている。データベースに対するこのような一連の処理をトランザクションとして扱い、矛盾なく処理が完了したときにデータベースの更新内容を確定することを何というか。正解はあ、コミットです。それではここでブレイクタイムです。今回の勉強内容を少し掘り下げてみたいと思います。 IT パスポートでは関係データベースを操作するための言語 SQL についてよく出題されますが、最近は NoSQL という言葉を聞くようになりました。ここでは SQL と NoSQL の違いについて少しお話ししてみたいと思います。まず SQL というものは関係データベースを操作するための言語です。操作する対象はもちろんたくさんの表を管理している関係データベースです。関係データベースはスキーマで厳密にデータ構造を定義しているので、データの整合性が保たれやすくなっています。しかし関係データベースは大容量のデータになると処理が遅くなるという欠点があります。一方 NoSQL というのは非構造化されたデータベースの総称のことを言います。つまり関係データベースのように表でデータを管理しているわけではありません。 NoSQL でデータを保存する方法はいくつかありますが、ここでは代表的な例としてドキュメント型データベースを図にしています。ドキュメント型の場合、例えばデータを JSON 形式のドキュメントとして保存します。 NoSQL ではたくさんの表で管理するわけではないので、大容量のデータでも操作が遅くなりにくいというメリットがあります。一方 NoSQL では高度な検索やデータの加工が難しい場合があるというデメリットがあります。SQL と NoSQL どちらを使うかはプロジェクトの要件やデータの性質によって決める必要があります。それでは最後に復習です。平成30年秋、問い75、 DBMS において一連の処理が全て成功したら処理結果を確定し、途中で失敗したら処理前の状態に戻す特性を持つものはどれか。正解は E、 トランザクションです。次の問題、令和3年問い62、金融システムの口座振替では振替元の口座からの出金処理と振替先の口座への入金処理について、両方の処理が実行されるか、両方とも実行されないかのどちらかであることを保証することによってデータベースの整合性を保っている。データベースに対するこのような一連の処理をトランザクションとして扱い、矛盾なく処理が完了したときに
データベースの更新内容を確定することを何というか。正解はあ、コミットです。それでは今回も最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければ IT を勉強するお友達に動画をシェアしてもらえると嬉しいです。最後にお知らせです。マサルの勉強部屋が運営するオンラインコミュニティでは一緒に勉強する仲間を募集しています。チャンネルメンバーシップに登録すると Discord で行われるオンラインコミュニティに参加できるようになります。詳細は概要欄をご覧ください。オンラインコミュニティでは勉強だけではなく横のつながりが作れるような様々なイベントを用意して皆さんが楽しく成長できる機会を提供しています。皆さんと一緒に勉強できるのを楽しみにしています。